朝だよ。朝だよ。パンちゃん、目開けないの。パンちゃん。朝だよ。ジャン君、はい、ジャン君、今日は、ま、何回目、5回目になるかな、オープンマイクライブまた、出演したいなと思って準備をしているところです。このところですね、いろんなiPad が手に入ったりいろいろしているんですが、仕事でこういろいろ進まない部分がありました。ちょっとの時間を使ってですね、こういうことを今しています。はい、これが南吉高さんのブルーズでも歌って噛んだ、ブルーズでも歌ってという曲になります。これを聴きながらですね、こちらのパソコンの方では、歌詞を書き出し、あとはここですね、このコード、これをまた、こちらの方に書いていくという作業をして、ちょっと手間があるように見えるかもしれませんが、音を聴きながら、コードを取れる、これ、今まで最速です。いろいろやった中ではこれとても、早くできるパターンになります。ちょっとこれからやっていきます。今、聞きながらですね、歌詞だけはここに書き出しました。この上で今度はこうなるわけだね。んちゃんちゃちゃんのとこは F だよということになります。そしてタラタンタタン、ここが G になります。ちゃんちゃんちゃんチャラチャンチャンチャンですね。こうやってコードを抜き出していくわけです。はい、こんにちは。去年の秋にこちらの秦野の方に引っ越しをしてきましてですね、もうすっかり秦野県民じゃねえ市民のような、顔をして歩いております。こちらの方のライブでももうそろそろ、顔も覚えていただいたかと思います。ということで、少しわがままな曲をですね、人が全然知らない曲やっちゃおうということで、南吉高さんという方が作った、午前7時の悲劇だったかな、タイトルがちょっと怪しいんですが、というギターをほとんど弾けない状態でやりますので、歌だけ聴いてください。
。皆さんに知らない曲になってしまって大変申し訳ないんですが、この南吉高さんのこのなんていうのかファンタジーな感じっていうか、ヨーロッパ映画のようなこう雰囲気が大好きです。それから、大滝詠一さんという方もやはりちょっとアニメっぽいといえばアニメっぽいですかねの、曲が多いのでちょっとやってみます。空飛ぶクジラ。街角に僕は工藤健です、今日は機会です。そろそろ顔を覚えていただいた頃かと思いまして、1回目のステージではかなり変なものを歌いました。ほとんど人がいない時なんでねやってみたんですが、ハッピーエンドなどを中心に、ギアを弾いて歌っています。最近なんか埼玉県の方にムーミン谷ができたので、ね、ぜひスナフキンに行って手を挙げたかったんですけど、やっぱり引退後のスナフキンっていうので聞いてください。さっきのは空色のグレーの低いバージョンですね。それから、大滝詠一さんの乱れ髪、ちょっと足組んでいいかな。ただいま。ジャン君がなでなでポイントですね。はい。うん。ジャン君、はい。ポンちゃん。かわいいですね。はい、ポンちゃんもただいま。ポンちゃんはずっと寝てたね、きっとね。